ガン・ユータの大胆行動に驚愕週刊ナイナイミュージック」の舞台裏で何が起きた平野翔もびっくり岸ユータの意外な選択と舞台裏エピソードを徹底解説岸ユータという名前が音楽業界で響き渡る中彼の最新のエピソードがまたしても注目を集めている7月10日に放送されたフジテレビ系の音楽バラエティ番組 週刊ナイナイミュージックでの出来事が特に話題となった。この番組に出演したナンバーアンダーラインアイは、先日正放送された 2024FNS 歌謡祭夏に初出演し、その裏側でのエピソードがファンの間で大きな関心を呼んでいる。このエピソードの中心には、お笑いコンビナインティナインが差し入れを持ち寄り、そのセンスを競う差し入れ選手権があった。 岡村隆が選んだのは一粒約142円のフルーツトマトそして矢部博之が選んだのは喉のケアにもなるというマヌカハニーだったこの対照的な二つの差し入れが舞台裏でのドラマを引き起こすきっかけとなった岸優太は本番前に登場し二種類の差し入れを前にこれ迷うなと悩んでいた最終的にこんな高級なトマト正直食べたことない と興奮気味にフルーツトマトを選択した。この選択に、共演者の神宮寺雄太が、一粒142円に引かれちゃったりするの、と尋ねると、騎士は、そうそう、相当美味しそうに見えるし、と目を輝かせてトマトを口にした。しかし、このエピソードはこれだけでは終わらなかった。平野章は最初、喉に良いという理由からマヌカハニーを手にしていたが、 フルーツトマトの予想外の値段を聞くと驚きの表情を見せ、すぐに交換を決めた。神宮寺もまた、マヌカハニーが喉に良いことを理由に選んだものの、歌上くなりたいけど、歌上くなるよっていうプレッシャーもある、と結局フルーツトマトを選んだ。騎士はすでにフルーツトマトを選び終えていたはずだったが、二人の選択を見て再び、せっかくなんでと言いながらマヌカハニー三つとトマト一箱を手にした。 この大胆な行動に、平野と神宮寺は驚きつつも思わず笑ってしまった。この騎士の行動には、ネット上で多くの反響が寄せられた。4月10日に放送された同番組でも騎士は差し入れを大量に取ってマネージャーから指摘を受けていたことから、また大量取りしててマネージャーさんに怒られてないかな、と心配する声が上がった。また、マヌカハニーは二人にも分けてあげるのかな、という声もあり、 岸の大量取りの裏には彼の優しさが隠されているのではないかとの見方も広がった。さらに、岸が同じ名前を持つ神宮寺を、雄太と呼んだことに対しては、雄太が雄太呼び、尊い、破壊力すごいと感動する声も多かった。これらのエピソードは、岸雄太の人柄とその魅力をさらに際立たせるものとなった。今回のエピソードを通じて、岸雄太という人物がいかに多面的で、 ファンにとって魅力的な存在であるかが再確認された。彼の行動や言動は常に注目され話題となる。そしてそれは彼が持つ自然体の魅力と仲間に対する思いやりから来るものだろう。このような出来事を通じてファンはますます岸優太に惹かれていく。彼の一挙手一投足はファンにとっては見逃せないものであり彼の行動の一つ一つが話題となる。 それは、岸優太という人物が持つ特別な魅力と、彼の人柄の良さから来るものである。さらに、岸の行動は、単なるエンターテイメントの一部ではなく、彼の人間性を垣間見ることができる貴重な瞬間でもある。今回の差し入れ選びのエピソードも、その一例に過ぎない。岸優太の行動や言動は、彼のファンにとっては大きな意味を持ち、彼らにとっての楽しみの一つとなっている。 岸優太の魅力は彼の自然体の人柄と仲間に対する思いやりにある。それは彼がどのような状況にあっても自分自身を貫き周囲の人々に対しても真摯であることから来るものである。彼の一挙手一投足が注目される理由はそこにある。そしてファンはそんな岸優太を見守り応援し続ける。彼の行動や言動はファンにとっての喜びであり、 彼らにとっての誇りでもある。岸優太の存在は、ファンにとってかけがえのないものであり、彼らはその存在を大切に思っている。今回のエピソードを通じて、岸優太の魅力が再確認された。彼の人柄や行動は、ファンにとって常に注目の的であり、話題となる。そしてそれは、彼が持つ特別な魅力と、仲間に対する思いやりから来るものである。 ガン・ユータという人物が持つ多面的な魅力は今後もファンにとっての大きな楽しみとなるだろう。このような出来事を通じて騎士ユータの魅力と人柄がさらに際立つこととなった。彼の行動や言動は常に注目され話題となる。そしてそれは彼が持つ自然体の魅力と仲間に対する思いやりから来るものである。ガン・ユータという人物が持つ特別な魅力は 今後もファンにとっての大きな楽しみとなるだろう。ファンにとって、キシユタの一挙手一投足は見逃せないものであり、彼の行動の一つ一つが話題となる。それは、キシユタという人物が持つ特別な魅力と、彼の人柄の良さから来るものである。キシユタの魅力は、彼の自然体の人柄と、仲間に対する思いやりにある。それは、彼がどのような状況にあっても、 自分自身を貫き、周囲の人々に対しても真摯であることから来るものである。彼の一挙手一投足が注目される理由は、そこにある。そして、ファンはそんな岸優太を見守り、応援し続ける。彼の行動や言動は、ファンにとっての喜びであり、彼らにとっての誇りでもある。岸優太の存在は、ファンにとってかけがえのないものであり、彼らはその存在を大切に思っている。 今回のエピソードを通じて、キシユータの魅力が再確認された。彼の人柄や行動は、ファンにとって常に注目の的であり、話題となる。そしてそれは、彼が持つ特別な魅力と、仲間に対する思いやりから来るものである。ガンユータという人物が持つ多面的な魅力は、今後もファンにとっての大きな楽しみとなるだろう。このような出来事を通じて、 岸優太の魅力と人柄がさらに際立つこととなった。彼の行動や言動は常に注目され話題となる。そしてそれは彼が持つ自然体の魅力と仲間に対する思いやりから来るものである。ガン優太という人物が持つ特別な魅力は今後もファンにとっての大きな楽しみとなるだろう。ファンにとって岸優太の一挙手一投足は見逃せないものであり、 彼のの行動一一つ一つが話題となるそれは、岸優太という人物が持つ特別な魅力と、彼の人柄の良さから来るものである。岸優太の魅力は、彼の自然体の人柄と、仲間に対する思いやりにある。それは、彼がどのような状況にあっても、自分自身を貫き、周囲の人々に対しても真摯であることから来るものである。彼の一挙手一投足が注目される理由は、 そこにある。そして、ファンはそんな岸優太を見守り、応援し続ける。彼の行動や言動は、ファンにとっての喜びであり、彼らにとっての誇りでもある。岸優太の存在は、ファンにとってかけがえのないものであり、彼らはその存在を大切に思っている。今回のエピソードを通じて、岸優太の魅力が再確認された。彼の人柄や行動は、 ファンにとって常に注目の的であり、話題となる。そしてそれは、彼が持つ特別な魅力と、仲間に対する思いやりから来るものである。ガン・ユータという人物が持つ多面的な魅力は、今後もファンにとっての大きな楽しみとなるだろう。このような出来事を通じて岸、岸士ユータの魅力と人柄がさらに際立つこととなった。彼の行動や言動は、常に注目され、話題となる。 そしてそれは、彼が持つ自然体の魅力と、仲間に対する思いやりから来るものである。ガン・ユータという人物が持つ特別な魅力は、今後もファンにとっての大きな楽しみとなるだろう。ファンにとって、キシ・ユータの一挙手一投足は見逃せないものであり、彼の行動の一つ一つが話題となる。それは、キシ・ユータという人物が持つ特別な魅力と、彼の人柄の良さから来るものである。 岸優太の魅力は、彼の自然体の人柄と仲間に対する思いやりにある。それは、彼がどのような状況にあっても、自分自身を貫き、周囲の人々に対しても真摯であることから来るものである。彼の一挙手一投足が注目される理由は、そこにある。